はい、どうも皆さん、こんにちは。スターディーの河野玄斗です。今回はですね、私、河野玄斗が独断で選んだ、2019年大学入試数学難問ランキングベスト3の第3位の方を徹底解説していこうと思います。多分見てくださってる方の中には、そこまでの難問だったら私関係ないわって思ってる方もいると思うんですけど、違うんですよ。難問にこそ超重要なメッセージが込められたりしてるので、そちらを深掘りしていこうと思ってます。今回は、確率の問題なんですけど、流れとしてまず確率の問題っていうのはこうやって解くんだよっていう全体像をお見せした上で今回の問題に適用して、やっぱ確率っていうのは最初が命だねっていうことを認識してもらうと、そういった内容になっておりますので、その確率の問題どうやって解いていけばいいかわからないっていう方はぜひ最後まで見てもらえたらなと思います。ということで早速やっていきましょう。はい、それではやっていきましょう。2019年大学入試数学難問ランキング第3位の難問はこちら。超難問、千葉大学部の第4問の問題ですね。数直線上に同点 P があり、はじめに原点にあるとする。で、K が1、2、点点点に対して K 回目にサイコロを振ったとき、ここが動きになるんですけど、1、2の目が出たら P は正の方向に2の形状分の1だけ移動し、3、4が出たら負の方向に2の形状分の1だけ移動し、5、6の目が出たら移動しないと。で、N 回サイコロ振った後の点 P の座標をラージ XN とする。つまり、1回目2分の1だけプラスかマイナスか、そのままか。っていうなって、次にサイコロ振るときは4分の1プラスかマイナスかその場か。で、次は8分の1だけ動いてその場か。16分の1だけっていう風に、その N 回サイコロを振るわけですね。その時 N 回目に、正の場所にいる場合、カッコ1、0より大きい、カッコ2、2分の1より大きい場所にいる確率。で、カッコ3、これが難問なんですけど、2の L 乗分の1より大きいところにいる確率を求めようっていう問題ですね。挑戦してみたい方は、ぜひ動画を1回止めて挑戦してもらえたらなと思います。まあこれ、カッコ1、カッコ2までは多分、まあできる人も結構いるんじゃないかなと思うんですけど、カッコ3をしっかりと完答して答えを合わせられる人っていうのは意外と少ないんじゃないかなということで、今回第3位に選ばせてもらいました。じゃあまずこの問題を解くにあたって最初に確率っていうものをどうやって解いていくのかっていうことについて、まずはじめに確率っていうものはどうやってアプローチしていけばいいのかっていうことをしっかりと解説していこうと思います。まず確率の基本的な解き方っていうのは、まあ、丸1、丸2ってあって、最初に丸1の方は、状況をはじめ徹底的に分析するんですね。で、次に、その全根源事象が同様に確からしいよう設定する。これ、重要ですね。例えば、赤玉2つと白玉1つがあって、1個取り出して白玉を選ぶ確率っていうふうに言われたら、当然、3分の1ですね。で、赤と白、2つあるから、2分の1ずつじゃんっていう風にしないっていうのは、根源事象が違うんですよ。赤であるものと白であるものっていうものは、同じ確率じゃない。だから根源事象が同様に確からしくないから、答えが違うと。同様に確からしいのは、ちゃんと赤1、赤2、白1っていう風に分離することによって、全根源事象が3分の1ずつの確率で起きますよっていうことが言えるわけですね。このように、基本的に全部バラバラに考える。その同じものも赤1、赤2みたいにバラバラに考えることでうまくいくという感じですね。で、その上で丸3、全事象分のその問題となっている事象の場合の数を求めて割ってあげると。全事象の数と求める事象の数を場合の数的に求めてあげればいいというのが一つ目の流れですね。これはよくあることですね。で、解き方丸にもよくあることなんですよ。状況をまず徹底的に分析すると。で、集合の和と差で問題の事象を分解する。ここがミソですよね。例えば、まあよくあるのがベン図的な考えですよね。ここの斜線部の確率を求めるときに、ここの A たす B 引く A カップ B っていうものを求めてあげることによって、その和集合を求めることができるというわけですね。まあ今回はこれを使うんですけど、これもしっかりと使ってあげなきゃいけない。で、この丸2の話は、この上の丸3のところの場合の数を求めるときに、場合の数を求めるときにも使えますよね。なので、これは場合の数でも重要。
で、その後で条件付き確率を積み重ねていく。この条件付き確率、苦手意識持ってる方は多いと思うんですけど、普段何気なくやってることですよね。こういう状況の時にこういう確率。だからそれ掛け合わせて、で、こういう状況の時にこういう確率っていうものを求めて足し合わせていくと。あ、掛け合わせていくと。その確率を求めて、で、その丸に合わせて、それを全部集めていくっていうような流れですね。で、ここで気づいてほしいこと。結局、最初、状況を徹底的に分析する。これが一番重要になってきますよね。最終的にはここなんですよ。最初にいかに自分がその問題の状況を分析できるかっていうところに全てがかかってるって言っても過言ではないんですね。だから、その最初、状況さえ分かって、あ、こういうことねっていうのが分かれば、それに基づいて、ちゃんと式が立てられる。だったり集合の和と差に分解したりできるというわけなんですよ。だから確率の問題は、まずはどういうふうなことが起きているのかなっていうことをしっかりと問題と向き合ってあげる。で、いろいろ実験してあげる。手を動かして、こうかな、こうかなっていうふうに実験して、あ、こういうことかっていうところを求めてあげる。そこが一番重要になってくる。それがもう確率の何よりも大事なポイントだということですね。今回の問題も最初にいかに、あ、こういうことかって分かれば解けるようになってるんですよ。で、一応、ここに補足として、数え漏れや数えの重複、まあ、廃反でないとかね。そしたら数え重複あるんですよね。まあ、重複あったらその分を引きましょうってことなんですけど、それに注意しましょうと。で、あと対称性がある場合は利用できないか積極的に考える。これもパターンのうちの一つなので、しっかりと対称性も意識しておきましょう。で、次、機能的に確率を求められる場合は、全化式を考慮。確率全化式も常に頭の中の片隅に入れておくっていうことは重要ですね。今回の問題も確率全化式で実は解けるんですね、カッコ3とか。だけど、今回はちょっとあえて説明はしません。はい。じゃあ、早速問題ですね。1、2の目が出たらプラス2の形状分の1、3、4の目が出たらマイナス、5、6の目が出たら変わらないと。で、N 回目の時に正になってる確率を求めようというわけですね。状況を徹底的に分析してあげましょう。どうやって考えるか。まず実際に動かしてみるんですよね。まあ、数直線があって、1、2の目が出たら最初例えばプラス2分の1に飛ぶと。なるほど、プラス2分の1になるな。 xn が0より大きくなるっていうのはどういう時かな。まず2分の1に飛ばしてみると、どうやって動いたら次4分の1か、次4分の1、次8分の1っていう風に進んでいくのか、どうやって進んだら0より大きくなるかなって考えていくわけですよ。その時に4分の1こうやって次動くかもしれない、次8分の1こうやって動くかもしれないのか、で16分の1、あれ？これどこまで行っても0に到達しないなってなりません？2分の1、4分の1、8分の1、16分の1っていう風に考えていた時に、これ有名な考え方で、ピザがあって半分に分けて、その半分に分けて、その半分に分けて、半分に分けてっていうのを無限に繰り返していっても1にはならないですよね。だから2分の1プラス4分の1足す8分の1足す点点点点点点っていうものは、その有限項まで足す場合であれば1より小さいというのと一緒ですね。だからこれと一緒で、2分の1最初飛んでしまったら、4分の1、8分の1、16分の1、32分の1ってどんどん戻っていっても絶対0に行かないんですよ。あ、じゃあ最初2分の1飛んだ時点でもうラージ XN が0より大きいことは確定してんだなっていうことがわかるわけですね。裏を返せば、最初マイナス2分の1に飛んでしまったら元に戻れないと。0より小さいところで一生彷徨い続けるというわけですね。次に、じゃあ最初に0だった場合ってどうなるかなと。最初0、最初5、6の目が出た場合どうなるんだろうって考えるわけですね。そうすると、次4分の1動くのか、4分の1こっちに動くか、こっちに動くかが止まるか。で、4分の1じゃあ仮にこっちに飛んだとして、4分の1、次8分の1か、あれ、さっきと同じで8分の1、16分の1、32分の1ってどんどん戻っていってもいつまでも到達しないわけですよね。ということで、4分の1って飛んだ時点でもう一生戻ってこれないわけですよ。わかりますかね。裏を返せばマイナス4分の1に行ってしまえば一生マイナスのところをさまよい続ける。じゃあ4分の1の時に止まっていたらどうだろう。
そうすると次8分の1飛びますよね。そしたら全く同じことが起こる。っていう風に点点点って続けていくと、結局最初ずっと5、6の目で止まっているっていう状態から、ずっと止まっているっていう状態から、一番最初にどっかのタイミングでプラスの方向に一歩踏み出れば、それでもう正であることは確定するわけなんですね。っていうことがわかりますかね。っていうのが状況を徹底的に分析するっていうこと。で、今回もう一つ考え方を持ってほしくて、裏を返せば0になる場合っていうのは、一回でもどっちかに飛んじゃうとありえないから、ずっと5、6の目が出続ける場合のみ0になるんだ。こともわかるわけなんですよ。大丈夫ですかね？そのことを考えてあげると、0の場合は3分の1の N 乗だ。で、正に行く場合と負に行く場合っていうのは対称性ですよね。対称。まあもちろんその0っていうものをベースにするんじゃなくて、最初に対称っていうところから気づいて、あ、じゃあ0の場合を求めればいいんだ。で、1から引いて半分にすればいいんだっていう思いつき方もありますが、それは思いついた順で考えてもらえればいいかなと思います。とりあえず、プラスとマイナスが対称になっていると。だから0の場合を考えればよくて、0の場合っていうのは5、6の目が出続ける場合以外ありえないんだっていうことが分かれば、この問題はスッキリと解けると。こういう風に徹底的に分析する。これって別に確率の問題じゃないですよね。確率の問題じゃなくて単純に挙動を分析してあげただけってことですね。あとはそれに基づいて式を立ててあげればいいんですよ。ということで回答。まず、1個目の解き方やりますか？ 1 個目の解き方だったら、最初ずっと5、6の目が出続けて、どっかのタイミングでプラスに出ればいいと。ということで、1、2の目が1回目で出る場合っていうのは、当然3分の1の確率ですね。で、2回目に出る場合っていうのは、まず5、6の目でストップした後に1、2の目が出ればいいので3分の1の2乗と。で、3回目の場合は2回5、6の目が出てストップして、3回目で1、2の目が出ればいいので3分の1の3乗。点点点以下省略で N 回目だと3分の1の N 乗ですね。これを足してあげればいいわけですね。初項が3分の1かける公費も3分の1で、項数が N という等比数列の和になっているので、これを計算してあげると2分の1 1マイナス3分の1の N 乗。これが答えになるわけですね。もう一つの考え方としては、0の場合をまず求めてあげて、それを全体から引いて正の場合と負の場合に半分ずつ分けてあげるという考え方がありますと。ゼロの場合っていうのは、さっき徹底的に分析した通り、5、6の目が出続けない限りゼロにその点があることはないですよね。ということで3分の1の N 乗なんですよ。3分の1の N 乗がゼロにあるとき、それを全体から引いて半分に分けてあげれば答えになると。これ対称性を利用と。こんな感じで解けるわけですね。なので、どっちの解き方もできるようになると望ましい。次、括弧に、ラージ XN が2分の1より大きくなる確率を求めようと。これも全く一緒。まず状況を徹底的に分析する。これに全てかかってくるわけですね。はじめに0にあって、じゃあ2分の1に行かなきゃいけないと。さっき言ったように、最初負になってしまってはいけないというわけなんですよね。最初、2分の1、とかマイナスの方に飛んでしまったら、一生0よりこっちに行けないと、0以上になれないというわけなので、まあ0かこっちに行くかなんですけど、じゃあ例えば1回目ストップした場合どうなるんだろうなっていうことを考えてあげるわけですね。ストップ、そしたら次4分の1だけ飛ぶわけですよね。4分の1だけ飛ぶで、これで察してほしいんですけど、さっき8分の1、16分の1っていう風にやったら0まで戻れないってなるって話したじゃないですか。それと全く一緒で、初めて4分の1で飛んだっていう風になった場合は、これ8分の1、16分の1、32分の1、点点点ってやって2分の1まで到達しないですよね。2分の1まで到達しないと。ってことは、最初絶対2分の1に飛んでなきゃいけないんですよ、一旦。ここがもう確定すると。じゃあその上で、4分の1、8分の1、16分の1っていう風に考えていくと。
じゃあどうやって動かすかなって考えたら、あ、4分の1後ろ戻ってしまったら、また2分の1に戻れないんだなっていうことが、さっきと同じ要領でわかるはず。で、じゃあ、ステイした場合、で、次8分の1こっち行っても16分の32分の1で戻れない。だからステイしてこっち行く。こっち、要はこっちに行かないと、2分の1より大きいことはありえないってことですね。だから、カッコ1と同様の状況が2分の1の軸にできてるんですよ。ここまで大丈夫ですかね。これを利用すると、カッコ1と全く同じ要領で解けるっていうことがわかるので、例えば対称性を利用してあげると、まず最初2分の1まで飛んであげるための3分の1があって、あとは、この2分の1にストップしている場合っていうのは、5、6の目がそれ以降で出続ける確率ですね。だから3分の1の N-1 をですね、残り N-1 回サイコロを投げるので。それを全体から引いてあげて、2分の1より大きい方と小さい方で分配してあげると、ここと、ここが同じ確率になるんだね。だから半分に対称性を利用してあげれば、こうなる。あとは展開してあげれば、6分の1引く2分の1かっこ3分の1の N 乗と。こんな感じになるわけですね。よろしいですかね。もう状況を徹底的に分析してあげれば、もうこんな感じですんなり解けると。一応次に回答っていうところを用意してたんですけど、もう分析さえしちゃえばできますよね。回答はもうさっき言った通りと。次、カッコ3。これが難しいんですよね。これをどう分析していくかっていうところが全てなんですよ。カッコ3、ラージ XN が2の L 乗分の1より大きくなる確率を求めよう。で、L は N 未満の自然数と。さっき2分の1っていうのがあったんですけど、そのどっかわからない2の L 乗分の1っていうものがあると。これより大きくなってほしいわけなんですね。じゃあどういう時2の L 乗分の1より大きくなるかなって考えるんですよ。じゃあまず実験してみましょう。O があって、まず2分の1に飛んだ場合どうなるかなって考えるんですね。2分の1に飛んだ場合、4分の1とか言ったら、絶対にこう戻ってこれない。2分の1より大きくなるのか。じゃあ4分の1より戻ってあげたらどうなるかな。次4分の1に飛びますね。で、次8分の1を動かすと。8分の1、こうやって戻ってあげると。うん、なるほど。例えば2の L 乗が16分の1だったら、ここに戻ってあげるという感じですね。で、32分の1。あ、なるほど。2分の1に飛んだからといって、必ずしも2の L 乗分の1より大きくなるとは限らない。どっかのタイミングで戻っちゃう場合があるのか。っていうことがわかるんですよ。だからこれより大きくなる、2の L 乗分の1より大きくなる場合っていうのを考えたときに、どうすればいいんだろうな。どっかのタイミングで引き返してあげればいいのかな。どっかのタイミングで引き返してあげれば、必ず戻ってこれないと。要は、例えばここで引き返してあげると、どうあがいても、この点に戻れないんですよね。一方で、じゃあ引き返すじゃなく止まったらどうなんだろう。じゃあこの点でじゃあ止まったとします。止まった。一回止まったらどうなんだろうな。そうしたら、ここまで行かずにこの半分しか進まないのか。半分ってなるから、絶対その、こいつの点のさらに半分の点までは届かないということがわかるわけですね。以上のことから、仮に2分の1まで進んであげたとしたら、どっかのタイミングで止まるか、引き返してあげればいいのか、ということがわかるわけですね。っていう考え方が一つありますね。大丈夫ですかね。一方で、最初止まった場合、最初負だった場合は明らかに0を超えることはないので、無視するとして、じゃあ最初止まった場合でどうなるんだろう。止まった場合は、じゃあ、次4分の1行くのか。4分の1まで行く。あ、4分の1まで行った場合も同じ議論になりますよね。要は、2分の1行って4分の1行く。で、こっからスタートで8分の1次動くわけですよね。これも一緒。最初止まってるだけで、結局4分の1のところで次8分の1動くわけだから、こう動かしていけばいいと。だからさっきと同じ議論が行われるわけですよ。この場合も4分の1からスタートして1回も引き返さずに、はたまた止まる。どっかのタイミングで引き返すか、どっかのタイミングで止まるかすればいいというわけですね。あ、じゃあ同じようにずっとバツ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 だったら、
8分の1で飛び越えて、16分の1は飛び越えないんですけど、8分の1で飛び越えてやってあげればいいと。つまり、2の L-1 乗分の1までは同じ感じなんだなっていうふうにわかるわけですね。じゃあ次、L 回目のタイミングでサイコロを投げたら、プラスだったと。そうしたら、一発で2の L 乗分の1まで行くわけですよね。大丈夫ですかね。そうしたらどうなるかっていうと、その後に2の L プラス1乗分の1、あ、これカッコ1の状況じゃんっていうのがすぐに分かってほしいと。だからカッコ1の状況を利用できる。次、L 回目までずっとストップしてて、ずっと次2の L プラス1乗分の1からスタートって考えた場合は、最初2の L プラス1乗分の1だけ動くと。こんな感じで動く。次、その半分進んでもって、要はどうあがいても2の L 乗分の1までいかないと。だからありえない。っていうことがわかるわけですね。だから、この場合を全部足し合わせてあげればいいというわけなんですね。で、こいつが結構厄介。こいつを実際に求めてあげるのが厄介。まあ、カッコ1の状況と同じやつは簡単なんですけど、こいつをうまい感じに、その間の警戒目っていうものを考えてみると。警戒目に初めてプラスが出て、そっから一回も引き返さないっていう状況をうまい感じに K の式で表してあげて、K を1から L-1 まで足し合わせてあげると。ただこれ L-1 っていう風に見えてるので、L が2以上って考えなきゃいけないわけですよね。っていう風に分析して解いてあげてもよし。今回ちょっと別の解き方してあげましょう。今回っていうのは、どっかのタイミングで引き返すとか、どっかのタイミングで止まるとかいうわけじゃないですか。これって何かしらに似てませんか？そう、これは1回以上止まるが出る確率みたいな意味で余事象っぽいんですよね。つまり何が言いたいかというと、2の L 乗分の1まで戻ってあげるような確率を求めてあげる方が実は解きやすいんですね。ということで、もう一度状況を徹底的に分析してあげましょう。要するに、この2の L 乗分の1があった時に、2分の1まで飛んであげて、その後に戻っていくんですけど、2の L 乗分の1まで戻ってあげられる場合ってどういう時かなっていうふうに考えてあげればいいんですよね。はい。で、その後に求めてあげればいいんですけど、そこまで言って思ってほしいことは、あ、0から XN が2の L 乗分の1以下となる確率を求めてあげて、括弧1から引く余事象的に捉えてあげれば、この問題はもっと楽に分かりそうだぞっていうふうに考えてあげるわけなんですよ。だから一回どっかしらで引き返すっていうところを余事象的に考えて引き返さない。もっと言ってしまえば、この2の L 乗分の1より大きいっていうふうに考えると、結構厄介なんですよね。どっかで引き返さなきゃいけないから。そうすると、その反対側にある部分を考えて、カッコ1の部分から引くと。そういう風に考えてあげれば簡単なんですよ。ということで、実際に考えてあげよう。まず一番最初に2分の1に飛んできたらどうなるかっていうと、2の L 乗分の1より小さくなるためには、絶対に引き返してはいけないんですね。2の L 乗分の1まで到達するまでは絶対に引き返してはいけないんですよ。ということで、まあ、これ今64分の1だった場合、6回引き返すわけですね。2分の1いって、4分の1、8分の1、16分の1、32分の1、64分の1。ちょっと半分になってないから、ちょっと図が汚いんですけど、ちょっとそこはお許しください。で、要は L 回分、動きは決まってるんですよね。はじめ、プラス出たら3分の1の確率ですね。その後、2分の1まで来たら、3分の1を5回かけてあげなきゃいけないんですよ。3、4の目が5回出てあげなきゃいけないんですよ。だから、この場合っていうのは、3分の1かけ3分の1の5乗っていうのはすぐわかりますね。で、さらに、じゃ例えば最初に止まってた場合って考えますよ。止まってた場合っていうのは、次4分の1、飛んだことを考えますと。そうしたら全く同じことが行われる。ノンストップで2の L 乗分の1まで戻らない限り絶対2の L 乗分の1以下にならないですよね。だからこれはここまでで3分の1の2乗。これっていうのは、最初止まってる場合と4分の1に飛ぶ場合。
残りはノンストップで考えてあげなきゃいけないっていう感じですね。これ結局全部3分の1の6乗じゃないですか。以下同じように、あ、6乗っていうか、この L で考えてあげるなら、ここ L-1 乗で、ここが L になるというわけですね。ここが L-2 乗で、ここが L になるわけですね。全く同じことを8分の1の場合、16分の1の場合、32分の1の場合、点点点、2の L 乗分の1の場合っていうふうに考えてあげるわけですよ。L 個。あると。まあ、その全ての場合において、最初にどっかまで飛ぶと。で、その後に戻ってあげると。で、緑のところまで飛んであげるわけですね。で、ここに飛ぶまでは足踏みしてるわけですよ。こうやって足踏み、ずっとしていると。この場合っていうのは、例えばじゃあ、K-1 回足踏みして、1回目飛んだってなった場合は、残り3分の1の L-K 乗の3分の1の L 乗で、この2の L 乗分の1の場所に来てくれるっていうことがわかるわけなんですね。よろしいですかね。その上で、じゃあ、これをどうやって考えてあげるか。その上で残りは N-L 回残ってるわけですね。N-L 回残ってる。これってどういうふうに考えるかっていうと、2の L 乗分の1以下になればいいというわけですね。これって、考えたらわかると思うんですけど、括弧一的問題の四次小バージョンと。これになってるなってわかりませんかね。要は、さっきは0の部分を求めてあげて、半分に分配してあげたんですけど、今度は0の部分を求めてあげて、それを足して分配してあげれば、0以上と0以下っていう部分が2つ出てくると。どっちも出てくるんだろうなっていうことがわかりますね。0以上って言ったんですけど、今回2の L 乗分の1からスタートしてるので。ということで、対称性を利用すれば、簡単に求められるだろうということがわかるわけですね。次に、もう一個分析してあげなきゃいけないのが、L プラス1回以上足踏みしてる場合ですね。ここに足踏みずっとしてる場合っていうのはどういうふうに考えてあげればいいかというと、要は、もう最初の時点で L 回足踏みして、スタートが2の L プラス1乗分の1なんですね。ということは、どうあがいても2の L 乗分の1まで到達しないんですよね。言い換えれば、常にこの中に入っていると。これって、結局、括弧一的問題と一緒だなということが分かりますよね。プラスの方に行けば絶対この中に入っているというわけなんですよ。っていうことを利用して、これでもう分析終了。あとは式を立ててあげればいいわけですね。最初に上からアプローチする場合の方から考えていきます。上からアプローチする場合っていうのはどういうことかっていうと、一旦飛び越えて戻ってあげるわけですね。一旦飛び越えた後に戻ってきてあげる。その間ノンストップっていうことなんですよ。じゃあ飛び越えるタイミングが L 回あったわけですよね、さっき。まあ L 回目は厳密には飛び越えるわけじゃないんですけど、式が一緒になるので。L 回目に2の L 乗分の1に戻ってくる。来るためには、最初0で足踏み。した後に、飛び越えると。一人上が出て、それ以降、L 回目までずっと、3、4の目が出続けるっていうことが必要なわけですね。大丈夫ですかね。で、これっていうのは、もう、テンプレなんですよ。もう確定。だから、どの場合でも3分の1ずつ確率がかけられていくわけだから、当然、3分の1の L 乗が1個あたりの確率になりますよね。で、それが、それが何個あるかっていうと、1、2の目が出る部分が、最初の1回目なのか、2回目なのか、3回目なのか、点点点、L 回目なのか、っていう風な、その、要は、L 個あるわけですね。だからそれが L 個あると。要は、2の L 乗分の1まで戻ってくるためには、この確率が必要と。じゃあ、その後に何を考えてあげればいいかっていうと、括弧一的な考え方。あ、今求めてるのは、一旦、こうなる確率ですね。こうなる確率を求めてあげてるので、残りの N-L 回で0以下進めばいいと。さっきの括弧一積考え方をしてあげると、ここ対象ですね。で、0以下で0を含んでるので、今回は0の場合を
足してあげて半分にしてあげればいいというわけなんですよ。ということで、上からアプローチする場合っていうのは、L カッコ3分の1の L 乗かける、はい、2分の1。これは対称で割ったやつですね。で、全体に足す、そのずっと、0にいる場合。それが3分の1の N 引く L 乗と。っていうことがわかると。要は、整理してあげると、2分の1 L、3分の1の L 乗足す、2分の1 L、3分の1の N 乗と。これが上からアプローチする場合の方法ですね。次、残りの下からアプローチする場合を考えましょう。下からアプローチする場合っていうのは、まず一旦 N 回足踏みしてもらうんですよ。そうすることで絶対に2の L 乗分の1を超えることはないというわけですね。超えることはなくて、じゃあ N プラス1回目以降は、要は N 引く L 回分はどうすればいいのって言ったら、カッコ1と同じ考え方。0より大きくなれば、絶対に、そのさっき言った、この範囲に含まれるわけだから、まず最初の N 回足踏みの確率に、カッコ1と同じ場合のことを考えてあげる。要は3分の1。0に居続ける確率を全体から引いて、それを負と正に分配してあげるっていうことを考えてあげることで、すいません、間違えてました。N 回じゃなくて L 回でしたね。だからここが L になって、ここが L になって、ここが N になるとか。でした。すいません、間違えてました。ということで、以上のことより求める答えは、カッコ1の値から、上からアプローチの場合と下からアプローチの場合の和を引いてあげればいいと。カッコ1の場合が確か、こういう風になったわけですね。で、そっから、上からアプローチだった場合が、こんな感じ。下からアプローチがすぐ上に書いてある、になってるので、これを計算してあげると、2分の1でくくってあげますか。1マイナス、L プラス1、3分の1の L 乗を、こんな感じになっていることがわかるわけですね。ちなみに、カッコ2の場合っていうのは L イコール1の場合じゃないですか。だからこれで計算できるわけですね。で、6分の1引く2分の1、3分の1の N 乗で、計算終了というふうになるわけですね。こんな感じですかね。とりあえず、今回の問題で分かってほしいっていうことが、はい。やっぱり、確率の問題で一番重要なのっていうのは最初なんですよ。最初は命。状況を徹底的に分析し、できるかどうか。それにかかってくるわけですね。裏を返せば、結構パズルだったりするんですよね。与えられた問題文を読んで、これどういうことだろうって実験してみる。いろいろ実験して手を動かしていく中で、あ、こういうことかっていうことが分かっていく。っていうのがすごく重要なことですね。なので、実験するということをしっかりと押さえておきましょう。で、その際、今回、対称性がある場合を利用できないかを積極的に考える。これを今回使っていったわけですね。これをしっかりと、普段から使えるようにしたら、より確率の問題に対するアプローチも一歩上がっていくんじゃないかなと思うので。ぜひ復習してもらえたらなと思います。ということで今回難問ランキング第3位の問題を扱ってきたんですけど、まあ解説聞けば、あ、こういう感じで解いていくのね、難問だったけど難しいけど、言われてみたらできそうだなっていう感じだと思います。で、明日第2位、明後日第1位の方を解説していくんですけど、同じような感じで、あ、こんな感じで難問って解いていくんだっていうふうに分かっていくと思うんで。で、そこで重要なエッセンスとかも学べると思うので、ぜひ最後まで見てもらえたらなと思います。ということで、良かったと思う方は、チャンネル登録、高評価、で、コメントで、第1位とか第2位の問題予想だったりをしてもらえたらなと思います。はい。という感じで、また次回の動画でお会いしましょう。